京浜急行金沢文庫駅で下車、徒歩15分のところに桜で有名な称名寺があります。今満開の桜と美しい庭園を鑑賞しにやってきました。赤門の脇には一本の枝に紅白の花を咲かせる珍しい桃の木があります。赤門をくぐると一直線の参道の両側には満開の桜が参詣者を迎えてくれました。参道の左にはこの寺の塔頭の一つで大変古く1665年建立の門が保存されています。参道の突き当たりに立っている仁王門、称名寺の伽藍で最も貫禄のある建物で1818年の建立です。仁王門をくぐるとその先には池にまたがる太鼓橋や本堂の大伽藍が望めます。本堂でお参りをする前にちょっと境内の隅にある金沢文庫を覗いてみます。金沢文庫は鎌倉北条氏一族の中でも文人派に属する北条実時が大変学問に秀でた人物で、称名寺の建立の傍ら1275年に境内に設立、当時の学問の中心地となりました。国宝の絵画や歴史書などを含めて約3万点の蔵書が現存しております。さてちょっと脇道にそれましたが、これから本堂に向かいます。この本堂は1681年の建立です。この寺の創建時期については定かではありませんが、北条実時が1258年ご当地金沢の居宅に建てた阿弥陀堂がその起源とされます。一見古めかしい建物ですが、1862年の建立です。さてお参りの後、この寺のシンボルともいわれる浄土庭園を眺めながら桜を鑑賞しました。この庭園は金沢北条氏の三代貞明の代の西暦1320年頃整備された味ヶ池を中心とする浄土庭園です。
その昔平安貴族たちが来世に求める極楽浄土を現世に実現しようとしたのがこの浄土庭園で、現存するものとしては平泉の毛通寺庭園が有名です。美しい庭園と桜、そして金沢文庫で歴史を学ぶなど、私にはこの寺は心の癒せる寺となります。こうして立ち止まっていつまでも眺めていると、極楽浄土に降り立っているような気分になりました。